はい、もしもし <laughs> 君かどうしたのえ今日の約束ああ何だっけああ買い物に付き合ってってやつだっけごめん私から誘っておいてなんだけどそれなしで。 声に覇気がないそれは寝起きだからえ気になるから今から家に行くっていいよ別に来なくて本当に寝起きなだけだからうん分かったうんそれじゃあまた後でね あれ寝てたあ。って、あれなんで君が家の中に鍵が開いてた。不用心すぎるって。あ、ごめん。昨日出かけて帰ってきた時に締め忘れたんだと思う。それより、君が手に持ってるの何え、ここに来る前に買ってきたやつ。 これ、カイロなんでこんなのお前の様子がいつもと違う時は生理痛で弱ってる時だからなってなんだ気づいてたんだ <laughs> そうだったね君は私の彼氏である前に幼なじみだもんねありがとう来てくれて 今月はひどいのかってああうんちょっとね俺が来るまでの間に寝てたし眠気があるんだろうってまあうんでもよくわかったねあーそっかそうだねいつもは痛みがひどいから寝たくても寝れずに過ごしてること君は知ってるから だから分かったんだえっ今日は君が家のことしてこれるのいいよそんなのなんだか悪いし確かに痛みと眠気で何にも手につかない状態ではあるけど君の休みを私の看病に使わせるのはさすがに悪いかなってもともと一日過ごすことになってたんだから気にするなって もうそんなこと言われると嬉しくなっちゃうじゃんバカでも本当にいいのその君に家事とか任せちゃってそっか分かったそれじゃあ今日はお願いしちゃおうかなうん今日一日 よろししくお願いします今日のお礼は次のデートの時にでもするから楽しみにしてて。